ばんは。こんばんは。いや、なにこれ。びっくりした。ピーナッツかと思ったら、ピーナッツ。落花生？落花生かしら。あれか、何これ、イギータさんギフトありがとう。にゃんこだ。落花生か。落花生、あれ節分って落花生？はてなはてな、節分ギフトか、そういうことか。そういうこと合ってる。ありがとう、はじめさんもかずささんも。猫だ。なんか止まってる、画面が止まってる。あ、びっくりした、動き出した。なんかまた止まってる。これってなんか止まるのが普通なんですか？途中で止まるの？ほら止まってるよ。止まってるよ。なんか落ちるときさ、落花生のギフトって落ちるときに止まるのが通常なのかな。これはなんだ？犬か。犬ですね。鳥さん、なんか画面重いですか？鳥さんさん、よしひこさん、ギフトありがとう。クマ、鬼のクマもありがとう。カズサさんもありがとう。なんかさ、今日私の方の画面は星も止まったりしてて、大丈夫ですか？皆さんの方では止まってないですか？私の画面が重いだけ？そうなのかな。私の端末の問題？よかった。じゃあもう別に私の方はね、星が止まってても豆が止まってても、よかったです。こちら無問題、綺麗に動いてる。よかったです。それはそっか、そうだ、今日は2月になったんですね。あんまり実感してなかったけど、2月、あっという間だったな。火曜日かね、もう2月、早いですね。そうかそうか、草は成長してるのかなって。この草はあれだよ、成長しない飾りです。オーディションの時のお話聞きたいです。オーディションの時ですか？オーディションの時か。緊張しすぎてた。もうずーっと緊張してて、1週間ぐらいオーディション期間のショールーム審査みたいなのがあったんですけど、もう本当にろくにご飯も喉を通らないぐらい緊張してました。そう、懐かしいですね。もうガチガチだった。なんかもう不安だったから、本当に不安だったから、夜な夜なメモ帳とかに、大丈夫みたいに書いてました。自分で自分を励ましてましたね。そうだ、今これでも読んで思い出した。ショールームの後倒れてたという伝説のねって、そうです、ショールーム、そう、終わった後私倒れてた。毎回もうしばらく動けなくて。なんでだろうね。
え、じゃあその頃から比べたら成長しました。私今ショールーム終わっても全然たまれないもん。そうだ、懐かしい。もうね、本当に本当に終わった瞬間もう動けなくなって、床に倒れ込んで、もうしばらく放心状態みたいな。そう、毎回倒れてた本当に。ああ。スプリンター。スプリンターだったのかな。ああ、すっかり忘れてましたけど、そうでしたよ。コミさんもありがとうございます。熊鬼。何だったんだろうね。いや、そもそも本当に私人前とかで喋るのが本当に無理な人だったので、こうやって今だったらもう879人の方がこう、ね、見られてる、見てくださったというわけじゃないですか。なんかね、もうそれを考えたら本当にもう頭が真っ白になってました、オーディションの時は。でも今も冷静に考えたら、ちょっと冷静に考えたらあれですね、もう943人の方に今のこの自分を見られたと考えたら、ちょっとちょっとあれだね、緊張というか、なんか不思議ですね。そっか、え、なんだろうな、じゃあちょっと自分自身を騙すうまく騙す方法を、この2年何ヶ月かで学んだのかもしれないです。あんまりそういうことを考えなくなったって言ったらおかしいですけど、一光さんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。難しいですね。でも未だに緊張します。未だにすごく緊張します、人前で話すのは。明日ってツインテールの日なんですか？なんで？え、嘘じゃないよ、本当だよ。今も本当に緊張するから、人前で話したら顔が赤くなるんですよ、私。だからそれが嫌です。それが嫌なので、なんだろうな、ちょっと自分自身だけど自分自身じゃないように騙しながらやったりします。2月2日ツインテールの日、2月にツインってこと？ツインありがとうございます。だいたい私〇〇の日ってその日は知らなくて、なんか遅れて次の日とかに、あ、そうだったんだって気づくことが多いので。ほうほうほう、
ルマさん、クマありがとうございます。ありがとう。クマ、なんか話そうと思ってたことがあった気がしたんだけど、なんだったっけ。あーそう、今日れいかちゃんにお土産、名古屋のお土産もらいました。なんだったっけな、ういろもなかってやつ。れかさん知ってますか。皆さん名古屋ではね有名らしくて、なんかね福岡でいうめんべいみたいな立ち位置って言われて、あーじゃあなるほどってすごい分かりやすい例えだった。福岡ではねめんべいっていう明太子のせんべいのお土産がだいぶ有名なんですけど、じゃあ名古屋県とかに住んでらっしゃる方は分かるのかなあ、そもそもめんべいの立ち位置が分からないそっかそっか、ちょっと福岡博多に住んでる人だったらね分かってくださると思うんですよ、めんべいの立ち位置せーのさん、くもありがとう。ありがとう。悲しいな、れいかちゃん、れいかちゃん悲しいで言いました。今日も今日も言いました。そう、多分ね今日手をつないでたら、多分手をつないでたら無意識だったんですけど手をつないでたっぽくて、そしたらマネージャーさんになんかいつも手つないでないって、手つな、言われました。こんばんは、こんばんは。れいかちゃん手冷たくない？私の方が冷たいと思う。本当にもう末端冷え性って治るものなんですかね、どうなんですかね。いらっしゃいますか、この中で末端冷え性だったけど治りましたという方。本当にもう手と足の先がもう氷なんですもう冷たいって言われる言われる。どうしたらいいのかな。半身浴、陽明臭聞いたことあります。生姜食べれなくもないです別に、うん、普通に食べれる、普通です。手が冷たい人は心があったかいんよって必ず言う確かによく聞く、手が冷たいって言われたら心があったかい、心があったかいから手が冷たいんだよっていう返しをなんかよく聞く気がするな。え、不規則な生活だったら
末端冷え性になるの、そういう問題なんですか。そうなの。え、でも私も生まれてから20年間ずっと冷たい気がするんですけど。生まれつきの不規則でも本当に、うん、寒すぎて昨日だっけ、おはようツイートしたのは昨日だったっけな、昨日もう3時間とかしか寝てないのに、もう朝方目が覚めちゃって、もう寒すぎて寝れなかったので、もうせっかくならおはようツイートをもうしようって思って、そうおはようのツイートしたのそうじゃないとさ、おはようツイートしないとさ、なんかただ寒くて寝れなかった人になるじゃないですか。でもおはようツイートしたことによって、おはようツイートのために起きた人あえて起きた人というねという捉え方に変えましたね。寝てない寝てない、ツイッターはもう寝れなかった、なんか寒すぎて寝れなかったんです。二度寝はしなかったですね。そうなので毛布を1枚追加したら昨日寝れました。ちゃんと寝れた、よかったよかった。暖房だから最近はつけてます。あ無理だって思ったらつけるようにしました。暖房、電気毛布いいよって。そう、私今年の冬電気毛布買いたい、買います。あ、意外とお手頃なんですねみたいな話をしたんですけど、あの秋いつだっけ、11月とか12月とかに多分、で結局ね買ってない、買ってなくて、なんかさもう今から買うのってどうなんだろうってちょっと思えてきて、もう来月3月じゃないですか。3月でも暖かくなってくるじゃないですか。暖かくはないのかな、でもちょっともう春が近づくじゃないですか。だからさちょっと今から買うのってどうなんってフフフ4月3月寒い4月まで寒い。あ、そう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 、あ、え、すごい皆さんがおすすめしてくる、今なら全然大丈夫、本当？迷うなとか言ってたらまた買わないことになりそうあ、でもそっか、安くなってるとかあるのかな。悩みますね悩んでたら3月になりそう。ちょっとじゃあ検討します検討させていただきますあ、そう、なんだっけ、そう、昨日ねゴスロリロリータ服を注文いたしました決めてたんです自分の中で、1月10には頼もう注文しようって、前のお話し会の時巫女さんの衣装がその当日に間に合わない、届かないというアクシデントを起こしてしまったので、もうね決めてたの1月31日にまでには
注文しようと決めてたので1月31日に注文しました。ギリ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 。ニコさんはね、どこかで着る、お話し会か、お話し会、話し会話し会で着ようかな。そう、初詣もね、私も行ったのでね、なのでね、バスロリはきっと間に合いますので2月12日のお話し会を楽しみに、サーヤンとサーヤンと合わせてロリータ服を着ます。やんやん、でもサーヤンはね、もうだいぶ前にもうその服をね注文してた。もう多分だいぶ前だった気がする。もういつだろう、11月とか12月とか11月とかいつだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、だからびっくりいや、そういうね、まあ、事前の行動が大切ですね学んだよ。そうなのね。そう、結構ね、もう早い時からどうしようかみたいにいろいろ話をしてくれてて。いや、さすが、さすがですね。さすがですね。なんか私とかさ、もう多分一人とかでなんか衣装着るってなったら5日前ぐらいに、あ、頼まなきゃ1週間前ぐらいに、あ、決めなきゃってなるところだったので、うん、よかったよかった。そうですね、ちょっと事前の行動を早くしたいですね。うん、なんか外したの、何時に寝たっけ。
記憶がないですね待って待って、ちょっとね、昨日か、昨日は今日は何時に起きたっけ。昨日しっかり寝れたんですよね。今日何時に起きたっけ、今日何時に起きたっけちょっと待って、ちょっと待ってね、今日か、今日は8時間寝た、めっちゃ寝れたって思ったんです、朝起きた時。だから思い出した、1時に寝て9時に起きました、多分ちょっと今、私も今ちょっと自分が本当にちょっと一瞬心配した、多分そう、うん、そうです、そうだよね。こんなに人って記憶が今朝と昨日の夜の記憶がなくなる人って、あれ、ちょっと待ってね、今日は、うん、多分そう、8時間って私一番ベストな睡眠時間なので、あ、8時間寝たじゃんって思ったのはちゃんと覚えてます。今何してるか分かりますか、今は今配信してます、配信してます。最近どんな夢見たって、もう夢は毎日見てる。昨日見た夢はね、メモしたので覚えてます。なんだっけ覚えてますって言った後になんだっけってなんか、あ、そうそう、おばあちゃんのね、家にね、みかんの木があって、そのみかんを食べる夢を見ました。なんかさ、私夢で物を食べることってそんなにあんまりないので、なんか嬉しかった。しかもね、おばあちゃん家のみかん大好きなんですよ。だからもうね、幸せでした。なんかいろんな種類がいっぱいあって、おばあちゃんも出てきて、なんか食べ比べしていいよみたいに言われて、美味しかったの。それでね、朝って起きたら普通お腹空いてるじゃないですか。でも起きた時全然お腹空いてなくて、あ、夢でみかん食べたからだって思いました幸せな夢でした。夢で味が分かったと思う。その時は美味しいって思ったもん本当に寝ながら食べてたの。うちにないけどそういうことそういうことなの。幸せな夢でした。うん、良いですね。実は現実だったのかな。そんな枕の横にみかんの皮がだけがあったら、それはちょっともう恐怖だね。あ、でもみかんってあれですよ、ちっちゃいみかんじゃなくて大きいみかんです。これぐらいの酸っぱい、全然ね、甘くない酸っぱいって感じのみかんなんですけど、酸っぱいの大好きなので、すっごい美味しい、好きなんです。なんかね、八朔
発作なんかいろんなのがある。そう、夏みかんとか発作とかなんとらかんたらとか、なんだっけ、なんか聞いたことあるカタカナだった、なんとかかんとか。美味しいんですよ。そうだね、おばあちゃん家行ったら大体食べます。なんかもう私がそれがすごい好きって、あのみんな知ってるので用意してくれてますね。たまにあの送ってくれたりする。あ、 ありがとう、皆さんそんないっぱいこうやって、え、違う、ポンカンじゃなくてね、ネーブルでもなくてね、なんたらかんたら、なんたらかんたらなんたらかんたらしか出てこないんですけど、なんか聞いたことはあるんですそう、ちょっとヒントゼロで申し訳ないんですけど、なんか伸ばし棒とかあった気がする。待って、あ、待って、全然カタカナじゃないかも。ちょっと待ってねちょっと待って、あ、ごめん、全然カタカナじゃなかった、ごめんなさいもう今ちょっともう頭の中にさ、自分の中で浮かんじゃって、あれ、これカタカナじゃなくないって思ってちょっと調べたら、そう、これでした違う、あのバンペイユでしたごめんなさい。え、でもちょっとカタカナっぽくない？ほら、ちょっと漢字多分そんななんか思い浮かばないじゃんえ、なんかほらカタカナっぽいじゃん、バンペイユって。ほら、カタカナで書いたらちょっとしっくりきそうじゃんそう、このバンに白にって感じのごめんなさいほらなんかバンペイ、ほらカタカナしっくりくるちょっと自分のちょっとあの、うん、申し訳ないと思いましたもう思い出しちゃって、あれ、バンペイってあれカタカナじゃなくないってそうだよ、バンペイ美味しいんですよで、今ちょっと急いで調べたらバリバリの、そう、感じでしたね、バンペイユ汗ですね。そうそう、結構大きいみかんですあ、そうだ、自己紹介メールを、そう、送ろうと思ってたんですよ。今日夜送ります。1月じゃない月始め、2月の月始めということで、自己紹介メールを送ろう、夜に送ろうと思ってね、さっき配信前に書いてたので送ります。もう今送ろうかなもうね、ちょうど文が出来上がったところで配信始めたの。よし、送ります、送っとこう。
2月か、早いな、早いな。どっちの写真にしようかな。どっちの写真がいいと思いますか。どっちの写真がいいと思いますかって全然見せてもないのに聞くのはちょっとあれかな。両方だったらなんかさ、両方？じゃあ両方しよう。一番最後にこれをつけよう。両方にしました。全然本当に決めてなかった。どっちにしようか。全然多分写真いっぱいつけたので遅い。あれ？あれ？写真がついてないぞ。遅いです。ウィフィの調子が悪いです。遅いです。あ、そうですね、今からメールを取り始めてくださったらきっと間に合いますね。間に合うかな。間に合いますね。あ、撮ろうかなって。あ じゃあメールが来たら配信を今日は終わろうかしら。2ケロメール、あれ2ケロメールで送ったけど、めっちゃ可愛いギフト、山井さんありがとうございます。あれ、月初めに送ってるメールって何でしたっけ。題名、翔一さん、タワーありがとうございます。ありがとう、タワー、鬼クマ、ありがとうございます。ありがタワーです。ありがとう、た後でお礼を書かせていただきます。ありがとうございます。ありがとう。2ケロメール、2月ケロメールだったかな。題名を間違えたかもしれません。何のタワーだろう。節分？あ、うん。この節分踊り、節分踊りって。節分踊りっていうの、このタワー。節分踊りなの？もはやタワーがなくなったね。節分踊り。節分踊りなの？じゃあちょっと
テロップを取ろうかな、テロップじゃないや、なんだっけ、ホワイトボードを取ろうかな。雪崩が起きた、ぬいぐるみたちが雪崩れました。あ、ミニバク、ミニバク、かわいい。前回の消します。よし、よしよし。節分踊り。どっかスマホ、スマホをどこかに置いて書きたいですね。スマホ、そう、スマホをね、立てかけるものがね見つからなかったので、こうやってバクさんのぬいぐるみを代用しました。じゃあ皆さん、ご感嘆ください。どうぞご自由に。節分踊りって何なんですか？節分踊りってどんな踊り？そういう踊りがあるの？あ、知らないの？え、知らないの？あ、そうなんだ。なんかあるんじゃないんですね。え、あ、普通の踊りってさ、あるわけじゃないのに、すごいね、すごいですね、発想力の高いタワーですね。じゃあ、私あのタワーの名前が毎回面白くて好きなんです。節分でお菓子巻いてた。なんかうちの家というか、うちもおじいちゃんが節分とかの日はお菓子を、まあ、お菓子とかを巻いてくれてた。
でもね、あのなんかお菓子とかの中になんか袋がねちょっとあって、その中に何だったかな、100円500円とかがを入れてくれててそれをお姉ちゃんと私で拾うというねそう、なんならもうお菓子よりお菓子よりお金を探してお金をめがけて拾うというね、そういう会が小さな頃はありました。小学生とか幼稚園とかぐらいまでかな、幼稚園ぐらいまでかな、小学生かな懐かしい。また今はもうしてくれないかな楽しかった記憶。違うよ、お金巻くんじゃなくて、お菓子が主です。なんかその中に混ざってるの少し。あ、大人になったからお札にレベルアップかな、今するなら今してくれるならそうかな。でもそんなんだったらもうなんかあれだよね、もう争いになりますね、みんなガチになりそうだよね皆さん、お正月って豆まきしますか？豆まきってしてる？しないよね、そうだよね、お正月にはしないよね。なんで私今お正月って言ったんだろう、すごい不思議だね、なんで言ったんだろうか。お正月ではない、節分ですね。私ちょっと時差があるごめんなさい。初詣にねこの前行ったので、この前というかいつ行ったっけ、昨日2日前にやっと初詣行ったので、ちょっと私の中では今がお正月なのかもしれません。旧正月、旧正月ってさ、そうだよね、昨日だっけ、昨日だっけ、いつだっけ、旧正月っていつですっけ、今日、昨日、なんか見た旧正月ですみたいな、いつですか、昨日か、今日って方と節分って方がいらっしゃる、今日なの？あ、今日なんだ。
ですね。あ、メール来た。あ、じゃあそうですね、旧正月を生きてるということで。あ、メールが来たそうです。メール、あ、じゃあ私ちょっと今タワーの礼を書かせていただいてるので、メールをメールを取ってくださってる方はメールを読んでお待ちください。ニケロメール。よしょよしょ。はじめまして、はじめまして。かわいい写真2枚と生活感満載な写真があって。そう、掃除の写真送った。いやもう本当に私最近掃除に謎に取り憑かれてて、なんでだと思いますか？メールの文章はあれ？じっくり考える派って。自己紹介の時は毎回その時思いついたことを書いてます。今回は何書いたっけ。ハマってる今読んでる漫画と、なんだっけ、もう忘れちゃった。忘れちゃった。なんかいろいろ書いた気がする。あ、そうですね、掃除に今ハマってるという。なんかさ、もう本当に掃除って楽しくないですか？本当に暇さえあったら最近はもうね、ゴム手袋つけてもう全てのいろんな場所を磨いてるの。でも多分ね、今ブームなだけであって、多分すぐ過ぎ去ると思うんですけど、とりあえず今掃除がすごく楽しいので、掃除します。皆さん、洗濯物を、洗い物をお掃除だったら、家事にランキングつけるとしたら好きな順番どうですか？あ、アンケート取ろうかな、ちょっと気になる。急なアンケート。あ、料理もじゃあ入れよう。じゃあ好きな、一番好きなものに、好きな家事にツイートじゃないや、なんかちょっと今日変なこと言うな、に投票してください。1が何にする？1がじゃあ何にしよう。1がじゃあ掃除で、2が洗い物で、3が洗濯で、4が料理で。じゃあどれも嫌だって方は5で投票開始。もうなんだっけ、私もう忘れちゃったかも。1が何でしたっけ。1が掃除で、2が洗い物で、3が洗濯で、4が料理で、5はまあそれ以外。
そうそうそう、ありがとう。皆さんもコメントしてくださるおかげで私は分かります。1が掃除、2が洗い物、3が洗濯、4が料理、5が全部。ちなみに私がランキングつけるなら、洗い物が一番好き。洗い物1位、あ、でももう今はダントツ掃除だったんです、掃除なんですけど今だったらダントツ掃除1位、洗い物、料理、洗濯かな。お料理はね別に好きなんですけど、ちょっとさ作ろうって思う労力と買いに行く労力と作る労力と洗い物の労力なんかあれだよね、労力だよね。でも好きですよ。じゃあ締め切ろうなかしら。3、2、1、だん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 。お、ねえ待って、5が一番多いじゃん。ねえちょっとちょっとさやかりんルームどうなってるんですか。さやかりんルームどうなってるの。あ、じゃあ全部嫌という方が一番いいと。あ、まあそうですね、正直者、正直者とも言えますね。ちょっと待って、押し切る違うよ。なんだっけ、待ってもう忘れちゃった。何が何ですっけ。1が掃除、あ、掃除がじゃあ3位ですね。で2が何でした。え、2が何でした。2が洗い物。嘘、え、洗い物が一番低いの。え、3が洗濯、洗濯が4位で、4が料理。あ、料理がじゃあ好きって方結構多いんだ。え待って、ちょっと洗い物が最下位は消せません。楽しいじゃん。え？洗濯はちょっとあれ、うんって思う。ま、手が冷たいはそれはそうですけど、それはそうですけど。なんかさ、あれ、え？なんかあれ楽しくないですか、物が現れていく感じ。え、物が現れていく感じ。お皿が洗って食洗機持ってないですよ。なんかどの順番に洗おうかなってまず、まあ、大体決まってるけどプランを立てて洗ってなんかさっぱりするいやちょっとまあ5が一番いいということでね。へえ、今は掃除にハマってるので、掃除です。え、音楽聴きながら、イヤホンで音楽聴きながらとか洗い物したらルンルンでできるのでちょっとおすすめです。え、そうそうそう、あの鼻歌はそんな歌ってないけど。でも今はちょっとね、掃除、細かな掃除にハマってます。水回りとかの。最近ね、料理はそんなしてないのでね、ちょっとそんなあれですね、作りたいですねと思います。
そんなこんなわけでちょっとあの話がだいぶ逸れちゃったけど、タワーのお礼をもう書き終わったのでちょっとさせていただきます。めっちゃ話が逸れちゃったね。節分踊り、節分踊りありがとうございます。翔一さん、節分踊りありがとうございます。ありがとう、ありがたわです。ありがたわ。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうありがとうございます。あら、キャップが消えたと思ったらあった。じゃあ今日はそんなこんなわけで配信を終わろうかと思います。あ、テロップどうしよう、テロップどうしようか、どうしようかな。はい、じゃあじゃあそろそろ壇上を読ませていただこうと思います。待つ待つ、壇上を読ませていただこうと思います。ドドダン、13位ヒデキンガーさん、ありがとうございます。12位 IKKO さん、ありがとうございます。11位 TM マンさん、ありがとうございます。10位せいのさん、ありがとうございます。9位カズさん、さやかりん楽しい、ありがとうございます。7位ヨシヒコさん、ありがとうございます。8位ヨシヒコさん、ありがとうございます。7位ビルマさん、ありがとうございます。6位イギータさん、ありがとうございます。5位トリサンさん、ありがとうございます。4位ヤマイさん、ありがとうございます。3位カズサさん、ありがとうございます。2位コミさん、ありがとうございます。そして1位翔一さん、ありがとうございます。パチ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 。あ、そして本日の末吉の方はタダさんです。ありがとうございます。はい、本日の末吉さんでしたね。おめでとうございます。はい、じゃあということでね、
皆さん今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。暖かくして風邪をひかないようにお互い気をつけて2月も生きていきましょうということで、じゃあありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。早いおやすみなさい。ちょっと早いけど、ありがとう。バイバーイ。